磯部孝一、磯部孝一、磯部孝一、1974年3月12日体は、広島県東広島市出身の元プロ野球選手、外野手、保守、宇藤左田コーチ、野球解説者。東広島市立志は中学校を卒業後、高校は市内中心部の最上農校に進学。高校では、主に4番保守で、チームの首相も担当した。 高校3年時に第73回全国高等学校野球選手権大会に出場。初戦の東北戦はさよなら勝利。2回戦の阿ビ子高戦ではセンターバックスクリーンに本塁打を放つなどの活躍も6対3で敗れた。大会後、高校野球日本代表に選ばれた。高校卒業後、地元の三菱重工広島に就職。手法として活躍した。 1996年の都市対抗野球ではチームを決勝に導く活躍。決勝で、イリティ優作用する、本田技研、和光市に敗れたが、大会の優秀選手に選ばれた。翌年の1997年、大阪近鉄バファローズに保守として入団。ドラフト3位で指名されたが、磯部は当初オリックス志望であった。しかし、当時監督の佐々木京介が、 ヘリコプターで近鉄の指名選手中盤先に磯部に会いに行き、その結果説得された磯部は近鉄入団を決意した。当時の背番号は22。入団当時の正捕手は的山哲也で磯部は当時の近鉄に左打者が不足していたチーム事情から保守圏外野手として一軍に定着した。佐々木は磯部を外野手にコンバートさせる意向を持っていたこともあり。 はすべて外野手、または、代打として130試合に出場したほか、1試合だけ、試合途中から2類手に入っている。しかし、的山は打力に難があったため、2監督に就任した、梨田正まは、磯部を保守に戻すことを決断。顔面骨折による離脱もあったが保守としては、自己最多の87試合に出場した。打率、311と磯部の打力を見込んで保守に、 再起用した、ナシダの期待に応えた一方、星としては、強権ではあったがスローイングに、致命的な弱点があり、ナシダは後に、週刊ベースボールのコラムの中で、手としての磯部は早球の際にバックステップする癖があり、この分の時間のロスでランナーをさせなかったと、コメントしている。この年の盗塁阻止率は、当時のプロ野球ワーストとなる。1 0 9を記録している。 バックステップについては1999年に一度も保守を守らず、外野手の癖でバックステップが身につき、阻止率低下につながったのではとされている。事実1998年は阻止率が3割超えていた。よくはなしだが、現役時代につけていた背番号8に変更し、春季キャンプでなしだ自らキャッチングやスローイングの 基礎から指導するなど正保守としての期待が大きかったが、オープン戦で8回の盗塁機会を1回もさせなかったなど、守備面の向上が見られず、球団アドバイザーの富井伊良宗田の進言もあって、梨田は磯部の保守起用を断念し、外野手に専念することとなった。しかし守備面での負担が軽減されたこともあって、打撃面が一気に開花。主に5番として打率。320。 17本類打、95打点の成績を残し、中村の弘、タフィローズらと協力クリーンアップを組チーム12年ぶりのパリーグ優勝に大きく貢献。リーグ1位の得点圏打率、417を記録して、この年、最強の5番打者と言われた。また、右投手より、左投手からの方が打率が高かったが、日本シリーズ第一戦で、 左投手の石井和久に完全に抑え込まれ、結局このシリーズ無安打に終わり、逆シリーズ男の楽園を押されてしまった。また、自身唯一のタイトルのベストナインの外野手部門にも、輝いた。和登録上も、保守から外野手に変更したが、前年の日本シリーズの不振を引きずったのか、打率、273本塁打、30打点と、低調な成績に終わった。 このため、2年連続優勝を逃したフロントから、V1 の先犯は、だが、磯部で、投げが前川と契約公開時に厳しい評価を受けた。近鉄最後の選手会長となる。6月、近鉄とオリックスの合併計画が浮上。近鉄の選手会長として、労使交渉、署名活動など、反対運動に奔走するが、結局阻止はならなかった。 近鉄の消滅が決まった時、磯部は、僕らの近鉄に対する誇りは忘れないと、涙ながらに語った。球団合併による、選手分配ドラフトの際、磯部ら、近鉄の一部の選手は、老子打結の前提となった、申し合わせを引き合いに、近鉄を吸収する側であるオリックスのプロテクト、選手優先保有を拒否。オリックスも、近鉄のエースであった、岩隈久志投手を除いて、 これを認め、結果的には岩隈も、金銭トレードで楽天に移籍、楽天が彼らを獲得した。この年、自己最多の26本塁打を放った。2、前年11月に行われた、選手分配ドラフトで新規参入球団の東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍、球団の初代選手会長、初代首相となる。開幕戦は6番ライトで出場した。 開幕から17打席連続ノーヒットだったが4月1日、西武戦、古スタ宮城で1番打者として起用されると、岡本厚から9段第1号本塁打をバックスクリーンに放た。なおかつこれはこの試合の先頭打者ホームランであった。1番で起用されることが多かったが、シーズン終盤は5番に定着。オールスターでは、チーム唯一の出場をファン投票で果たす。 第一戦で3打数に安打だ2打点と結果を出した。2FA 権を取得し、当初、優勝できるチームでプレーしたいと講師を示唆する、発言をしたが、近年の成績不振から最終的には講師せず、残留を選択。球団の選手会長の座は、近鉄時代からの同僚でもある、高須洋介に譲り、辞任した。シーズン序盤は、不動の3番。 右翼手での先発出場が多く、一時は、首位打者争いにも加わったが、交流戦以降の不振や、守備の衰えから撤兵、草野大輔が3番に置かれた。守備面では、左翼手として、スタメンに出場したり、チームの若返り構想から守備で勝る牧田明久に、スタメンを奪われることも増えた。結果的に、シーズン後半は6番以降や代打で出ることが多くなった。 シーズン末に出場機会を求めて f a 権の行使をする動きも見られたが、野村監督を胴上げしたいと2006年に続き、残留した。ただし、野村の著書である、ああ、阪神タイガースによると、現法に不満を持ったため宣言をしたが単に、獲得球団がなかっただけであり、そのため仕方なく残留したとのこと。野村は、磯部の宣言について、自分で過大評価していると書いている。 この年からは、聖佐は両、横川志学、中村正人などの同じ左打ちで一定の守備力がある外野手が台頭、出場機会が大幅に減ってしまい、年俸も大幅カットされた。また、首相の座を山崎武氏に譲った。のオープン戦で3割を超える打率を残し、開幕スタメンの座を勝ち取るが結果を残せず4月20日に一軍登録を抹消。 以降は一度も一軍復帰を果たせず、9月末に、球団から戦力外通告を受ける。一時は、現役続行を希望し、12球団、合同トライアウトや他球団のオファーなどの道を模索したが、最終的には、このまま現役生活を続けるのは、難しいと判断。トライアウトを前にした11月2日に、現役引退を発表、同時に二軍育成コーチ。 打撃担当の就任も合わせて発表された。2は、前半戦で1軍が総得点、チーム打率ともリーグ再開に低迷していたことを受けて、7月25日に、安倍治と担当を入れ替える格好で1軍、打撃コーチ補佐へ移動した。もう1軍打撃コーチ補佐を務めていたが、チームの不審などで、5月15日付で2軍打撃兼、外野守備コーチに移動。2は、 二軍打撃コーチ補佐を担当した。カラは二軍外野守備総類コーチを務めていたが、6月17日付で、一軍外野守備総類コーチに移動。一軍の外野守備、総類への手こ入れを目的にした移動で、公式戦では一塁ベースコーチを担当する。秋からは一軍打撃コーチ。10月23日に、球団から対談が発表された。2018年からは、 東日本放送、東北放送、仙台放送、J スポーツの野球解説者に就任。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。